はい、おはようございます。今日はですね、恵那漁協管内のこの付地川に来ました。昨日ですね、5月の29日に鮎の友釣りが解禁しまして、かなりね、いい釣果が出ていたそうなので、今日はですね、中日新聞の夕刊の方で旬のホットな釣り情報ということで、釣果状況などを含めて取材に来ました。ここはですね、道の駅がここにあるんですけど、道の駅の裏ですねの川の様子です。釣り人は少ないですね。それでここは若宮大橋の下流ですね。川の状況はこんな感じです。稲荷橋の下流の様子です。こんな感じですね。先ほどの稲荷橋からちょっと下流に下ってきたところですね。いい感じですね。こんな感じですね。天気も良くて、これから水温が上がってくるので、じゃんじゃんかかるんじゃないでしょうか。どうなんでしょうかね。どうでしたか、昨日は。昨日はよく釣れました。よく釣れました。面白い釣りをさせていただきました。そうですか。何匹釣れました。昨日はトータル全部でちょうど50。おー、素晴らしい。今日はどうですか。今日はね、今のところ17で細かいし、細かい。またで、昨日のところに戻ってきました。頑張ってください。はい、頑張ります。ここは加瀬橋と旧加瀬橋の間ですね。はい、ここは新多瀬橋ですね。消防署の裏ですね。の川の様子です。石の色はね、いい感じですよね、これ。ここは人気ポイントなので、まあまあ人が入ってますね。はい、ここは島田橋の上流ですね。一番の銀座ですね。一番の人気ポイント。今日もたくさん人が入っていますね。はい、ここが島田橋。島田橋の下流部。こんな感じですね。で、上流部ですね。まあ、いい感じですよね、これ。ちょっと水が高いですかね。昨日30センチ高なので、今日はどうでしょうか。15センチぐらいですかね、高いのは。水位もだいぶ落ち着いてきておりますので、うん、時間帯的にこれからかなり釣れそうな感じがします。どうなんでしょうか。今日はいろいろ釣り人に聞くと、ちょっと型が細かいと、昨日の方が型が良かったと
ということですね。あ、バレた。はい、小山さんとこに来ました。どうも。お久しぶりです。え、そうです。はい、小山さんとこの裏ですね。結構昨日はたくさん釣れたみたいですね。うわ、縁尻に魚がもういっぱいいますわ。ちょっと動画ではこれ見えないと思いますけど、すごいいますね。昨日人少なかったみたいですね。人少なかったみたいですね。で、今日はちょっと中日新聞の夕刊の方で、超過状況的なあれで取材でやります。まあ、昨日のあの状況とか、含めて。高水やったけど、よう釣れとったね。3匹1000円でしたっけ、2匹1000円でしたっけ、3匹1000円でしたっけ。と思ってのんびり しておったんですよ。人と喋ってばっかおって、道の駅でも2時間ずっと喋って飯食って。ちょっと超過状況的なもんもやらなかもで、まあ3時間やって、3時間、最低15やね。20釣ればちょっとカッコつくなと思うんやけど、多分一桁で終わるな多分。気温が高いもんですごいわけ。どんどん止まってる。これ川の水ですか。16度、17度、ならまあちょうどあれやね。ちょうどよくなるね。いいね。昨日よりいいわ。昨日14度。あ、そうですか。それではですね、ちょっと実際に釣りを、これから始めます。だいぶ遅くなっちゃいましたね。今はもう2時半。ちょっとね、必殺技の油びれ重宝です。油びれに打ってやります。セバリはゴムセバリ。
風が強いですね。今日はですね、昨日に比べてちょっと全体的に評価は落ちているような感じなことを言ってましたね。昨日よりサイズが小さくなったとか。今昼から水温が17度なので、これから活性が上がってきて、ガンガンね、黄色い鮎が釣れればいいんですけどね。お、かかったよ。かかったよ。ありましたよ。風が強いな、これ風が、うわ、めっちゃ小さいね。こんな小さいね。小さいけど、つけ地の第1号。なんとかギリギリおとりにはなりますね。よいしょ。風が強いですね。まあでも竿がね、8メーターなので、操作はそれほどね、苦にはならないです。お、かかりましたよ。あ、これなんか団子じゃない、団子、あ、これ鮎じゃないな。バレた。なのはウグイかなんかですね。それで、あれですね、かかりました。入れた途端にかかりました。あ、これも小さいな。ほら、小さいけど、仕方ないでしょ。ね、
ね。結構ね、この付知川のね、この群れアユにはね、この油びれ、ここに打つんですけど、これね、結構ね、有効です。見上がりやね、時間帯やね、見上がりですね。ほら、これも小さい。まあ多分このやつばっかいるんでしょうね。ああね。もうチビの入れ上がりなあね。しかも徐々にサイズダウン。チビなのにさらにサイズがダウンしていきます。まあまあ当たりは今良かったんやけどね、ちょっと期待しましたけど。なんかかかってました。小さいね。あ、これ小さい。これは小さいけど、まあこんなもんやね、こんなもんやね。おー、来た。今はいい当たりしたな。気持ちがいい。小さいなりに気持ちがいいですね。おりゃーった。小さいけど、まあ結構ね、ほら、うん、小さいけど、うん、プリップリですよ。ぬめりが強くてプリップリですね。身がすごく柔らかいです。結構ね、縄張りもちょっと石についとる縄張り意識もちょっと強くなってきている感じもありますね。
まあ、引き気味で、引きずり気味でちょっとね、かかったんですけど、今日一これまあ今日一番、今日一の、今日一番のいい鮎ですね。まあ、一番大きくてこういうこれぐらいでしょうね多分。まあキッキーですね。針は何しよう、まあ、914Z 使ってたのでダイレクト。追いが良くなってきているのでちょっと針先をストレート、若干ストレートなんですけどね、あとはちょっと油びれじゃなくてちょっとね普通の打ち方に変えてやってみます。でもなさそうやね。まあまあいいですね。おお、来た来た。これはなんか口がかり。合っとるんやね。変なかかり方。まあ穂先がソリッドなので、すごくねこんなチビでもね引きやすいですね。これほら来たー来た来たー。うっ、荒いとこにやってきました。ああかかっとる、かかっとるね。おらさあ夕方のゴールデンタイム、怒涛の入れ上がりなるか。ちょっと夕日が反射して見にくいですね。目印が何も見えない。まあ他の釣り人が散々やりまくった後なんでね、まあそんなに簡単には釣れないですね。
おお、来たー。違う、バレた、蹴られたね今ね。蹴られた。いい当たりやったけどな。それで釣果の方ですけど、こんなもんですね。ちょうど20匹、3時間で20匹釣れました。まあまあ、ね、楽しめましたね。こんな感じでした。はい、今日はこんな感じでですね、中日新聞夕刊の取材ということで助地川に来ました。サイズはですね、ちょっといまいちだったんですけど、5月ちょっと寒かったので生育状況がちょっと悪かったようですね。まあこれからはですね、だんだん大きくなると思いますので、今後はですね、かなり楽しみではないでしょうか。